こんにちは、デリッシュキッチンです。材料3つでバナナプリンケーキを作ります。まず型にクッキングシートを敷きます。バナナ1本は輪切りにしましょう。プリン1個はカラメル部分を取り除きます。耐熱容器にカラメル部分を入れ、600ワットのレンジで20秒加熱し、取り出しよく混ぜます。トッピング用に取っておきましょう。ボウルにプリンを入れ、滑らかになるまで混ぜます。ホットケーキミックス 100g を加え、均一になるまで混ぜましょう。クッキングシートを敷いた型に生地を流し入れ、厚さを均一にならします。バナナを乗せ、180度に予熱したオーブンで15分焼きましょう。粗熱を取り、プリンのカラメル部分を表面に塗ったら完成です。切り分けてお召し上がりください。